ー弁護士カフェ、この時間は琴似赤月法律事務所、長友国際法律事務所の提供でお送りします。こんにちは、今日のパーソナリティは弁護士の小野明義です。どうぞよろしくお願いいたします。琴似弁護士カフェは札幌市西区琴似の弁護士事務所、琴似赤月法律事務所と長友国際法律事務所の弁護士によるラジオ番組です。ラジオをお聞きの方は弁護士にどのようなイメージを持ってるでしょうか。相談すると大ごとになるのではないか、もしかしたらたくさんお金がかかるのではないか、そんな訪問しづらい印象はないでしょうか。琴似弁護士カフェは地元の弁護士として地域の皆さんにもっと頼られる存在になりたい、そんな思いからスタートしました。どうぞ15分間お付き合いください。改めまして皆さんこんにちは、琴似弁護士カフェの開店です。今日の担当は琴似赤月法律事務所の弁護士小野明義です。よろしくお願いいたします。だいぶ冷えてくるようになりましたね。朝晩なんかだいぶ冷えるようになりましたけれども、皆さん風邪なんかひかれてないでしょうか。大丈夫でしょうか。風邪なんかひくとね、やっぱり今コロナの関係もあって病院も行きづらいなっていうところはあるかもしれませんけれども、風邪をひかないようにね、気をつけていきたいところですけれども、コロナに関してですけれども、最近ちょっと落ち着いてきてるのかなっていう感じはするんですけれども、皆さんどうお感じになってますかね。日本の状況はどうも落ち着いてるのかなっていう感じは僕自身はしてるんですけれども、どうもあれですね、ヨーロッパの方なんかではまたこう再流行っていう形になってきてるみたいですね。最近は僕は実は英語あんまり得意じゃないというか、ほとんど読めないんですけれども、最近はこう技術が発達してですね、Chrome っていうこうブラウザで開くと英語を勝手に翻訳してくれますよ。なのでそういう技術を駆使してですね、BBC のこうホームページなんか見るとですね、イギリスで再流行してるみたいなニュースがあったりしましたね。NHK とか日本のニュースでも同じようなニュースやってましたけれども、ちょっと心配ですよね。こういう状況でこうね、入国をまた再開するっていう風になるとどうなっちゃうのかなって若干心配なところはありますけれどもね、やっぱりそこは国が責任を持って判断するところなんでね、おそらくこういろいろな判断材料を持って大丈夫と判断したんであれば、それを信じるしかないのかなというところはありますね。こういうような形でコロナに関する判断がいろいろありますけれども、実はですね、私こう仲間の師業というのがおりまして、会計士の先生ですとか、司法書士の先生ですとか、いろんな業種の方とこうお話をする機会があるんですけれども、このコロナの時代で、自分たちはこうどういうふうにして、経営していけばいいのかですとか、どういうふうに働いていけばいいのかっていうことを一度話したことがあるんですよね。やっぱり皆さん心配じゃないですかね。いやー、こう今こういうものを買いたいんだけれども、あるいはこういうサービスを、契約したい、受けたいと思ってるんだけれども、こういうコロナでね、どうなるか分かんない時期にこういうことしてもいいんだろうかっていう風なね、不安っていうのがあるんじゃないのかなと思うんですよね。僕自身はやっぱりあるんですよね。でそういうような新たな一歩を踏み出したりとかする場合にですね、どうしてもやっぱり今コロナだしなっていう思考が出てくると思うんです。でそういう時に何かこうね、やってもいいのか、それとも踏みとどまるべきかっていう判断基準みたいなものが欲しいなと僕常々思ってたんですよね。皆さんもそうじゃないのかなと思うんですけどもね。でこういろいろ話をしていて、一つこう僕がヒントをもらったのがですね、それはですね、三角山放送局でもお話をされている根本先生ですね。根本先生からちょっとヒントをもらったんですけれども、仮にですね、コロナが収束したというふうになった時に、そういう場合であっても生かしていける、役に立つ、そういうようなものを投資すべき、投資っていうのは何て言うんですかね、設備として、設備投資したりとか、あるいは、
サービスを受けたりとか、まあそういうことなんですけれども、そういうものにお金をかけるべきじゃないのかっていうようなことをおっしゃっていてですね、あ、なるほどそうだなっていうふうに思いましたね。コロナが収まったからもう役に立たないなっていうものだとやっぱりちょっとね、意味がないと思うんですよね。コロナが収まったり、あるいはコロナがまだ全然収まらないという時期であっても役に立つ、コロナの前後あるいはコロナの最中であっても役に立つっていうものに、お金をかけるべきじゃないのかなというふうに、私自身も思いましたね。そういうところを少し判断の一つとしてですね、皆さんも頭に少し置いておいたら、こういう不透明な時代であってもですね、判断の材料になるんじゃないのかなと思うんですよね。最近そういう話をしたんでね、ちょっとそういうような話題ということでした。で、今日の話題なんですけれどもですね、実は今日の法律上の話題もですね、コロナに関連する話題を一つ取り上げたいと思います。これはですね、就業時間外行動の懲戒処分というそういうお話ですね。どういうことかっていうとですね、やっぱり会社の方でですね、私生活でも飲みに行くの禁止とかそういうようなことがありますよね。でもそういうその飲みに行くっていうのはいわゆるプライベートですよね。あるいはどこかに旅行に行く、旅行でも会社の方で旅行禁止、道内旅行しかダメよとかそういうような話があると思います。そういうふうにですね、従業員のプライベートを会社がですね制限することができるのかというそういう問題なんですよね。皆さんどうお感じになるでしょうか。やっぱりコロナになると影響大きいんでね、会社もストップして、例えば1ヶ月ストップすると会社の1ヶ月分の売り上げは全くなくなるっていうことになると、もう死活問題になってきますよね。会社がバタッとなくなってしまうと従業員の皆さんもですね、ああまた一から働く場所を見つけなきゃいけないということで非常に大変なことになると思います。まあ、事実上ですね、会社の方針には従うことにおそらくなるとは思うんですけれども、実際のところ法律的にはどうなのかという問題ですね。で、一応ですね、こういったところについては様々な方がいろんな見解を示されておりますので、それに沿ってお話をすることになるんですけれども、どうも調べた限りではですね、確定した見解はないようですね。ただまあ、法律の規定はありますので、あとは判例ですねの蓄積がですね、コロナとは無関係なんですけれども、判例がいくつか出てますので、それを手がかりにして少しお話をしていきたいと思うんですね。例えば飲みに行ったから、会社が飲みに行くなって言ったのに飲みに行ったっていうことで懲戒だと、減給1ヶ月とかっていうことができるのかっていうことですね。懲戒処分っていうのがそもそも何のためにやるものなのかっていうことなんですけれども、これは企業秩序の維持のために従業員の規律違反ですとか、企業秩序違反に対して制裁を科すっていうところなんですけれども、就業規則にですね、懲戒事由および処分の種類なんかをですね明記しておくことが必要になってるんですね。それから懲戒処分をいざやるぞっていう時にですね、客観的に合理的な理由があって、またですね、そのやった行為に対して処分が相当なものだと釣り合ってるということが必要になってますね。まあ、労働契約っていうのはですね、企業が事業活動を円滑に遂行するのに必要な限りで、規律と秩序を根拠づけるというものですので、従業員の私生活に対する一般的な支配まで、認められるというものではないんですよね。あくまでも企業の事業活動に必要な範囲でということになります。したがってですね、従業員の私生活上の言動ですね、についてはですね、企業の事業活動に直接関連を有するもの、および企業の社会的評価の毀損をもたらす、つまりそういうことをしたら企業のですね、社会的な評価がどんどん下がっちゃうっていうような場合に限ってですね、懲戒の処分になり得るに過ぎないと
いうふうに言われてますね。こういうふうに言ってるのはですね、労働法の先生ですごく有名な先生がいるんですけれども、その先生がそういうふうに言っておっしゃってますね。で、裁判例なんですけれどもですね、これは当然だと思うんですけれども、鉄道会社の従業員で、電車内で痴漢行為を行ったっていう人がいまして、懲戒解雇ですね。でこれは争われたんですけれども解雇有効というふうになった事例があります。それから組合活動に関連した公務執行妨害を理由として懲戒免職処分を有効とした事例もあるということですね。ただ一方ですね、これは評価分かれるところじゃないのかなと思うんですけれども、深夜酩酊してですね、他人の住居に侵入したということで罰金刑に科されたんですね。刑事罰ですね、科された従業員に対して、いやこれはとんでもないことしたということで懲戒解雇したんですね。ところがですね、解雇は無効だというふうにされた事例もあります。こういうふうにしてですね、要するにこれはですね、会社とは全然関係ないでしょうということなんですね。さっきの電車内での痴漢行為について懲戒解雇有効っていう事例はですね、鉄道会社の従業員だったんですね。同じ鉄道会社の従業員、これは会社と関係のあることになりますけれども、深夜酩酊して他人の住居に侵入っていうのは会社とは全く関係のない行為という、そういうような判断になるかと思うんですよね。ただ一般の人がそのように結構割り切って考えるかっていうとなかなか難しいところあると思うんですよね。評価分かれるところだと思います。ただ判例上はですね、私生活上の行為についての懲戒処分の可否っていうのは非常に厳格に解されているということですね。それでは感染症拡大のための外出禁止っていうものが有効かどうかですね、懲戒処分をもってこれを制限することはできるのかっていうことなんですけれども、こういうですね、判例の傾向によれば制限するのは難しいんじゃないのかなっていう、そういう傾向が読み取れるのかなと思います。ただ例えばですね、社会的インフラを担う事業者の場合、ですね、例えば電話ですとか電気ガス、そういうようなインフラ事業者の場合ですと社会全体に与える影響が非常に大きいですよね、ストップした場合に。なのでこういう会社の場合には従業員の生活上の行動制限も一定の範囲で許されるんじゃないのかと評価している方もいます。私もそのように思うんですけれども、じゃあですね、どこまでの事業者が許されるのかっていうのはなかなか難しいところですね。また一般の企業であってもやっぱりこうコロナにかかった会社がストップしたってなると影響って非常に大きいと思うんですよね。現時点では影響は非常に大きいと思いますので、現状において全部が全部私生活上の行動制限が許されないかっていうと、私自身としてはその部分についてはですね、なかなかちょっと、全部が全部制限許されないとまでは言えないんじゃないのかなという感じもしております。結局ですね、裁判になって争われないとですね、なかなか確たることは言えないとは思うんですけれども、私自身の考えとしては現状ではですね、私生活上の行動制限もある程度一定の範囲でですね許される部分が出てくるんじゃないのかなと思っております。ただ今後ですね、例えば一定の治療薬が開発されたですとかワクチンが開発されたとなってくると少し判断も変わってくるのかなというようなところですね。いずれにしてもですね、このような問題ありますし、ありますので、会社側としてはですね、おそらく例えばいついつまでは飲みに行くの禁止ですとか、夜何時以降は飲みに行くの禁止ですとか、そういうような制限を設けることになります。で、従業員の方々についてもですね、そんなの嫌だっていうような話がもしかしたら出るかもしれませんけれども、そういう場合には粘り強く話し合いをしてですね、説得をしていくというような形になります。外出自粛の必要性っていうものを理解してもらう努力が必要だというふうに思います。さて本日は就業時間外行動の懲戒についてお話をしました。
ことに弁護士カフェでは地域の皆さんからの法律に関する疑問、身近なお悩み、誰かに聞いてほしいな、こんなこと相談してもいいのかなと考えてしまうことがありましたら、もう相談のサインです。揉め事になる前にぜひご相談ください。ことに暁法律事務所の小野明義、長友国際法律事務所の長友貴則がお話を聞かせていただきます。番組宛にどうぞ、ファックスか E メールで受け付けます。ファックス番号 011-640-3331、 メールアドレスはrequest@山.co.jp でお待ちしております。お気軽にお寄せください。では来週もお楽しみに。今日の担当は弁護士の小野明義でした。地域の頼れる弁護士さん、ことに暁法律事務所は、分かりやすく親切にを心がけています。あなたのお悩みやトラブルを少しでも軽くしたい、弁護士小野明義、小野博道、馬場幸喜が親身に伺います。西区琴に1条6丁目、西区役所向かい、琴に第一ビルディング3階、電話 624-0055、 ホームページもご覧ください。琴にの頼れる弁護士、長友貴則です。長友国際法律事務所は地域の皆様の安心を守るため日々活動しております。相続、離婚などの家族の問題、国際ビジネス、知的財産もお任せください。ことに1条4丁目紀ノ国屋ビル3階、電話 614-2131。 皆様の困ったをよかったに変えたい、ことにの町の長友国際法律事務所、どうぞお気軽にご相談ください。ことに弁護士カフェ、この時間は、ことに暁法律事務所、長友国際法律事務所の提供でお送りしました。